ウーバーイーツで稼いで人生を楽しもう。予定がちょっとまだ確定してないんだけど、まあちょっと天気予報また変わって曇りで乗り切れそうだから多分行くと思う。まあキャンプ場予約まだ取ってないから予約取れたらね。なんで今日前日準備しようかと思ったんだけど、一緒に行く友達が14時ぐらいまで仕事だって言うから、俺も14時ぐらいまで働いちゃおうと思います。稼げるときに稼いでおかないとね。こんな感じで自宅待機してたら今スキヤ鳴ったんで今から向かいます。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。 BQA さん、お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。今6軒目で磯部まで飛ばされた。飛ばされてる最中、このクソ暑い中 T シャツ短パンサンダルで配達しててつくづく最高だなって思うね。この仕事快適。このクソ暑い最高の仕事で3時から遊ぶ予定が入ってくから、それまで働いてサクッとやめちゃえばいいしね。自由、素晴らしい、最高。ああ気持ちいいね。
疲れ様です、ウーバーイーツです。ウーバーイーツです。お疲れ様です、ウーバーイーツです。なんでベッドって、なんなんベッドって、知らないことって多いね。ほんとこれ慣れてないとこの防犯押しちゃうよ。ほんとむしろ押しちゃったけど前っていうか雨降ってきてんだけど今日も降るの。どうすっかね、もうやめてもいいぐらいの時間だけどな。もうすぐ1時だから。あれだ、雨降ってきたから撮影をここで一旦やめよう。また壊れちゃうからな。天気予報が雨に変わってる。もうこれで終わりにしよう。ベイパーク行ってくんねえかな、マックで。たまに行くからな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。まさか今日も雨だったの。まあとりあえずでも11件できてよかった。11件で4800円ぐらいかな。今からちょっとゆっくりして友達と明日行くキャンプのまだ場所もちょっと未定になってっからね、場所決めて買い出ししてって感じかな。そんな感じで動きます。まあ天気予報見てだね。ダメだったら無理しないで行かないっていう選択もあるけどね。シマノのレアニウム CI4-2500番。とりあえずまあこれでやろっかな。本当は1000番とか1500番とか、まあ、ちっちゃいやつがいいんだけどね。まあこれしかないから、バス用のやつね。これで軽流でルアーをやろうと思います。やれれば。今いいと思う。バニッシュレボリューション3本これにとっかえよと。
が求めてるの想像してた通りの結構ドンピシャで来るよね、うん、昔ながらのやつ。次ワンタン麺行くわ。こんな600くらいありがたい、うん、夏でもこんだけ食いたくなるんだから冬とかすげえだろ。カレーそば気になるの、うん、あ、そうだカレーそば食おうと思って入った瞬間忘れてた俺。あるよね、どっか書いてあったよな、カレーそば。あとネギラーメン気になる。あ、ネギラーメンあれ下手すりゃあれじゃない、醤油側のネギじゃない、うん、下にネギ味噌があるから。俺全然いいんだけど、ネギラーメン、あの白髪ネギ、うん、でも辛口だったら食えないで。まあそうだね、うまに豆板醤で、あ、絡めちゃったみたいな。うまにかワンタンメン、うん、次は。あ、うめ、もつうめ。はい、はんちゃん。あ、あたす。はい。中華のチャーハン好きなの。なんかよくわかったけど。火力がいいんだ。毛がすごいから買ってきた。これとあとね、携帯の中の水分を取り除きたいからこれ買ってきて、これをこのジップロックの中に携帯と入れて、これでね携帯の修理をしたいと思います。できるかな、水分ちゃんと取り除けっかな。ここのねマイクのとこの穴から水が入っちゃったと思うんだけど、こっから水分が抜ければこの除湿剤で治ると思うんだよね。ほんと誤作動ひどくてね、使い物になんない。ほんとそんな感じで明日の予定はまだ未定ですが、極力どっかしら行きたいと思います。